はいどうもモンゲーライダーです。今回はですね、岡山県全駅グルメラリー第6弾ということでね、今回訪れる駅は瀬戸大橋線君駅です。大橋線君駅周辺までやってきました。はい、ということでね、瀬戸大橋線君駅までやってきましたね。君駅はね、こういった風に高架駅なんですよね。瀬戸大橋線というのは正式名称本紫尾山線と言いましてですね、茶屋町から香川の宇多津までが、その区間になるんですが、その区間はですね、もうこういった風に全て高架化されておりまして、ほぼ全線通して踏切はございません。全て高架になっております。駅前には君駅周辺案内と書かれたものがあるんですが、もう何も残ってないですね。骨組みだけが残っております。ではね、君駅の駅舎といいますかね、ちょっと中にね入ってみたいと思うんですが、これがね、一時一部マニアの間で話題になった全くやる気のない君駅の改札でございます。もう開放感にあふれた自動改札ですよね。通りたい放題ですよ。この自動改札にですね、もし自我があったとするならば、常に自問自答するんでしょうね。自分は何のためにここに存在しているのか、何のために生まれてきたのか、そう問いかけてくる自動改札機、それが君駅の自動改札ですね。とはいえね、こう岡山の田舎の駅なんてみんな大体こんな感じですよ。もう自動改札があるっていうだけでもね、素晴らしいことなんですよね。ない駅も多いですからね。そんな君駅の場所はというと、岡山香川県境の駅小島の2つ手前の駅ですね。この君駅が属する瀬戸大橋線というのはですね、比較的本数が多いんですよ。マリンライナーがね多く発着するんですが、ただこの君駅は普通列車しか止まりません。この君駅というのは高架駅なんでね、当然高架の上にホームがあります。なので階段を登ったその先にホームが設置されてるんですね。こういった高架の上にホームがあるんですが、君駅はねストロングスタイルなんでね、当然エレベーターもなければエスカレーターもございません。もうバリアフリーという概念は一切ない。それが君駅のスタイルでございますね。この君駅のホームね、2面2線のホームなんですが、とんでもない広さを持ってますね。1日の乗降客数が160人程度の駅と思えないレベルのホームです。この瀬戸大橋線はね、四国と本州を結ぶ、鉄道の大動脈でもありますから、その快速マリンライナーが緊急時に停車できるようにこういった広いホームを有しているんでしょうかね。君駅周辺の様子ですが、田園の中に住宅が建っているというような形でしょうかね。駅の南側には大きな広場みたいなものがありまして、そこにはちょっとした遊具なども設置されております。ちょっとでしたらこの広場に降りてみましょうかね。はい、ということでね、君駅南側の広場に降りてきました。
この広場の横にはですね、何やらこういった風な塔が立ってるんですよね。で、その塔の横にはお堂みたいなものもあります。そしてここにはですね、何やら、まあ、何かこう首切り地蔵と書かれたですね、何やらとても物騒な文字が並んでるんですよね。血洗いの池とも書いてます。で、そのお堂の中に首切り地蔵があるみたいなんですね。これですね、初めから胴と首を離して作ってるそうですね、このお地蔵さんは。で、調べてみると、この辺りは昔処刑場だったみたいですね。なので、その名の通り、ここで首切りが行われていたということで、その首を切った刀を洗った池がこの広場にあったということで、血洗いの池という池がここに存在していた。それが今ここに残っているということです。ではですね、この君井駅の近くにですね、この辺りのまあ歴史を知る上で欠かせない神社がありますんでね、ちょっとそちらに行ってみたいと思います。お、ありましたね、ここですね。では行ってみましょう。はい、ということでね、倉敷市林にあるですね、熊野神社までやってきました。ここはですね、この辺り有数のパワースポットということでね、まあちょっとね、その神社を散策してみたいと思います。まあ、熊野神社といえばね、紀伊山地にある神社っていうイメージですよね。まあ、熊野三山は世界遺産にも登録されてますしね、僕も那智勝浦の那智大社とね、新宮にある熊野早玉大社には行ったことがあるんですが、この倉敷市林にも熊野神社があるんですよね。熊野神社境内の入り口にはこの立派な三重の塔が立ってますね。なかなかすごいですよね。で、その三重の塔の先を歩いていきますと、熊野神社の社殿が見えてまいります。はい、これがね、熊野神社の社殿ですね。6棟がこう連なって並んでいるというですね、なかなか壮観な景色ですね。まあ、ここに並んでいる6棟の社殿はですね、いずれも国の重要文化財ですとか、あと岡山県のですね、指定重要文化財に指定されておりまして、その中でもですね、第2殿というのはですね、室町時代に作られたというとても歴史ある建物みたいですね。で、熊野神社にはですね、無人のお守り販売所があるんでね、ちょっと入ってみたいと思います。ここがね、なかなか珍しいんですよ。というのもですね、ここに売ってるお守り、細かすぎるとして有名なんですよね。体の至るところの部位、それぞれのお守りが売られております。今ではね、こういった個性的なお守りも売ってる、なかなかユニークな神社なんですがね、もともとはですね、熊野大社に対してここは新熊野と呼ばれるほどですね、重要な場所だったみたいですね。そして熊野神社の隣にはですね、五竜尊龍院という寺院がありましてですね、まあ、ここもですね、本場の熊野古道さながらの神秘的な雰囲気がございましてですね、まあここら辺が、まあ、この地域の熊野信仰における重要な地位だったということがね、まあ、この辺りを散策してみるとわかるんですよね。この熊野神社を中心とした修験道はですね、隆盛を極めていきまして、この神社の麓にはですね、門前町が形成されていくことになります。その時作られた門前町が現在の倉敷市小島林という地区になります。
そしてここにですね、郷内立教と書かれてるんですね。この倉敷市林地区にある郵便局は郷内郵便局という名前がついてまして、公民館はですね、郷内公民館となっております。この郷内という地名はですね、この辺り一帯がですね、昭和30年代まで小島郡郷内村という自治体だったことに由来するんですね。その郷内村の中心地区、役場などが置かれたのがこの熊野神社の門前町で栄えた林地区だということになるんですね。この林という地区はですね、岡山と水島を結ぶ岡山小島線が走る地区ですからね、道路沿いにはロードサイド店舗も立ち並んでおります。そしてこの県道21号岡山小島線も、もともとはこの熊野神社への参拝の道として作られた道ということなんですよね。郷内地区の現在の鉄道の最寄り駅というのは瀬戸大橋線の君駅になるんですが、以前はですね、この中心地区林にもですね、鉄道駅が存在していたので、最後にその遺構を見に行ってみたいと思います。この今のね、岡山小島線の横にあるこの歩道、これが実はですね、廃線跡でありまして、約50年ほど前にはですね、ここに下津井電鉄という鉄道が走っていたんですね。下津井電鉄とはですね、かつて倉敷市の茶屋町からですね、小島の下津井までを結んでいた鉄道路線ですね。で、郷内地区にも駅がありまして、ここ林には下津井電鉄の林駅というのがございます。これが林駅の跡ですね。エブリー林店からね、茶屋町方面に少し歩いていくと、この林駅跡にたどり着くんですがね、まあ、旧郷内村の中心地区林にはこうして鉄道駅があったと。まあ、今はね、本当何の変哲もないただの空き地というか、駐車スペース、ゴミステーションが置かれている場所ですよね。まあ、ここに駅があったんですよね。まあ、1972年でね、小島駅茶屋町駅間は廃止されたんですね。その時にね、林駅も廃駅となって、郷内地区にはですね、長らく鉄道が未開通だったんですけどもね、瀬戸大橋が開通した1988年にここ旧郷内村エリアにも瀬戸大橋線君駅が開設し、現在に至ります。はい、ということでね、今回君駅編で行くお店なんですが、古市まんじゅうというお店に行きたいと思います。このお店ね、まあ、古市まんじゅうという店名なんですが、うどん屋なんですね。看板が見えてきましたね。手打ちうどん古市まんじゅう。さあ、では今回はこちらに行ってみます。
はい、ということでね、古市まんじゅうさんでね、肉ぶっかけと卵かけご飯セット食べてきましたけどもね、いや美味しかったっすね。まあね、もう倉敷の名物の一つといえばね、このぶっかけうどんなんですけどもね、まあ久々にぶっかけうどん食べましたけど美味しかったっすね。でまあ卵かけご飯もね、それは当然ね、もう美味しいですよね、もちろんね。でまあ残念ながらね、あの古市まんじゅうっていうやつね、売り切れてたんですよね。なんでね、まあぜひね、今度次回行った時には食べてみたいですね。ということでグルメラリー君駅編は以上になります。僕のインスタグラムの方ではですね、次回予告なども上げておりますんでね、よかったらインスタのフォロー、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。